こっちゅーまいこちゃんです。プリティーかおちゃんゆずひこです。おいおいおい、まあ、突然やけどゆずひこ、はい、俺の顔がこれ以上増えたらさ、うん、女性のハートもキャパオーバーよね。あ、心臓がなくなります。いやいやいや、見とれちゃってね、もうシュシュつかなくなりますけれども、この世の女性、全女性がね、まあ男性もか、まあということでですね、まあ、今回は2つの顔を持つ男性、まあ、こちらエドワード・モードレイクという男性について話していくんですけれども、後ろになんか小さい顔がついているじゃないですか、はい、実は本人も悪魔と言っていて、この悪魔に悩まされたエドワードの生涯について今日は話していきたいと思います。悪魔の顔を持つ男、エドワード・モードレイク。19世紀にイギリスの最も位の高い貴族の後継者として生まれたエドワード・モードレイク。彼には2つの顔があり、後頭部にあるもう1つの顔には目も口も鼻もしっかりとあります。その小さな顔は見たり食べたり話したりすることはできないが、泣いたり笑ったりよだれを垂らすことはできるそうなんです。しかしその小さな顔は邪悪な人格を持っており、夜になるとモードレイクに悪魔のような地獄のささやきをしてきたそうなんです。さらにモードレイクが喜んでいる時はそれを嘲笑い、悲しんでいる時はそれを冷やかすように笑うそうで、モードレイクは常に悩まされていたそうなんです。ということで、まずはこれがモードレイクさんのもう一つの顔の説明になるんですけれども、マジでストレスじゃね。いやだね。だっていいことあったらね、それをねなんか下げすんできて、まあ、悲しいことあったら嘲笑ってくるわけよ、うん、お前やん。俺、ね、この前だってさ、可愛い女の子から DM 来たって言ったら、うん、お前それただのお前営業やんとか言ってくるし、うん、そんな冷めること。いやだって明らかに企業案件の DM やったやん。いやいや分からんやんそんな。いやいやいや、女の子も恥ずかしいけまず企業案件として DM 送って、まあ仕事からつながってその先を見据えちゃうやんそんな絶対。いやピュアすぎるやろそれ。本当にピュアすぎて気持ち悪いわ。本当に恥ずかしがり屋さん。きしょ。モードレイクの才能。そんな2つの顔を持つモードレイクは優れた才能を持った若者で、とても頭のいい学者であり腕利きの音楽家でもありました。容姿も目を引くほど魅力的で、通常の顔はローマ皇帝ハドリアヌスの愛人男性アンティノウスに似ていると言われていました。こんなね恵まれた男性なんですけれども、なんとこの後早すぎる週末を迎えることになるんです。モードレイクの最後。そんな悪魔的なもう一つの顔に常に悩まされていたモードレイクは、医者にこの悪魔の顔を取り除くように懇願しました。悪魔の顔は決して眠らず、地獄でしか語られないようなことを永遠に語りかけてくる。先祖が犯した許されざる悪事によって私はこの悪魔と共に生きることを強いれられているに違いない。私は死んでも構わない。どうかこの悪魔を私の体から取り除いてくれと医者に言ったんですが、医者はそれを拒み取り除くことはできませんでした。モードレイクのもう一つの顔は夜な夜な忌み嫌うささやきを続けるなどし、眠ることも妨げられ、モードレイクが23歳になった時についにその悩みに耐えきれず自ら命を絶ってしまうんです。早すぎるよね23歳。うん、言うたら今の俺と同じやけね。うん、まあ顔も容姿もね全て同じやなってか。そこは違うな。そしてね、モードレイクの遺書にはこう書かれていて、もう一つの顔が死後に私にささやかぬように埋葬の前に破壊してくれ。自分が死んだ後でもね、もうそれでも破壊してくれっていうほどもうストレスやったんやろうね。うん、正直さ、このモードレイクのさ、このもう一つの顔がある写真見てさ、うん、作り話と思ってますよね。ああ、まあね、はい、ね、うん、でもこのモードレイク、うん、実在したという証拠が一つあるんです。1896年に出版された医学百科事典アノマリーズ&キュリオシティーズオブメディシンによると、エドワード・モードレイクについては先天性の寄生的頭蓋結合体の一例として掲載されてるんですよ。これ医学書に、うん、医学書にね、もう症例っていうかね、例として紹介されてるんで、まあ、これ本当にいたんじゃないかと、まあ、されています。ということでね、まあ今日は悪魔の顔を持つ、まあ、モードレイクという男について話していったんですけれども、うん、どうでしたか？モードレイクはあれ、なんかささやかれてストレスとか言っちゃうけど、あの俺もストレス感じちゃうやん。あのお前にさ毎朝さなんかキスされてさ、うん、毎朝起きてすぐさ消毒液顔につけんといけんのや。いやいや、誰が病原菌じゃん。お前は真剣言うじゃん。
いや、お前は100回生まれ変わっても負けみたいになりん。え、お前毎朝消毒液につけちゃうんか、うん、俺にキスされたけ、うん、あ、そうなん、俺昼寝しとった時もキスしちゃうけ、朝消毒液で洗ったとって昼も俺の抱きついちゃうよ、ほぶたに。ちょっと消毒液のお風呂に入ってくるわ、ちょっとお前皮膚カサカサになるよ。